アなんだ、うん、北条海岸、はい、有名なんですよ、はい、目の前がね、目の前がめっちゃ海ですね、北条海岸、はい、っていう海岸通り、うん、北条海岸通り、うん、まあ本当ここはちょっと違う名前なんであるけど、うん、通称、はい、の目の前にできました、はい、アウトドアショップさん、はい、キャンプビーストアさん、キャンプビーストアさんにお邪魔しに、はい、キャンプビーストアさん、はい、キャンプビーストアさん撮影許可いただいたので行きましょう、はい、結構ねおしゃれなショップみたいですよ、俺話を聞くと、お店何はい、すごいね、タウン、そうなの、今流行ってるらしいよね、すごいシナモンがおしゃれ、オクタゴンテーブル、何これボックス、軽いのこのボックス、ちょっと持ってみて、まあ軽い、めっちゃ軽いなんか色がいっぱいある、色がいっぱいあるね、みんな好みで買えれるね、あ、重ねてね、まあ、こういう色、そうだね、好きなのはね、黒かタンカラーかだね、720にはこういう色もいいけどな、うん、そうだね、うちの持ってるタイプだったね、ブルブルファイヤーに似てるけどオリジナルなんじゃない、すごい、大きい、よく燃えそう、これがサウナのあれなんだ、すげえ、興味のある方は実物があるんで見に来られるといいかもしれないです、すげえ、うん、うん、あ、これ椅子だ、テントが面白いね、あの、うん、おーおーおー網言わない、うん、おーいいねケースね、あ、これ全部入れるんだ、いいね、うん、いろんなの扱ってね、これもランタン、ランタンケースだね、うん、バランスアップ、遊び人さんのやつじゃないこれ多分、あ、やっぱそうじゃん、
どちらかというとじゃあ清美なの。ソフトは別腹ですって言ってました。